今日は天気がいいのでセントラルパークをお散歩してみたいと思います。セントラルパークはですね、一年中無料開放してるんですけど、季節によって紅葉が見られたり、夏場は日光浴してる人も結構いるし、冬場はスケートリンクなどが出てて、僕もかなりおすすめのスポットです。毎回来るとセントラルパークに行っていますので、今日はそのセントラルパークを紹介していきたいと思います。ここはストロベリーホールです。ジョン・レノンが亡くなった時に小野横がここを作りました。撮影スポットになってますね。映画のロケが行われてたんでしょうか。たまになんかの撮影が行われてたりします。結構いろんな映画にも舞台となって登場するセントラルパークです。まだ紅葉はちょっと早いですけど、すごく気持ちいい。日本でいう皇居みたいなとこですかね。さあ、では皆さん、シープルメドウ行ってみましょう。じゃじゃーん、こんな感じです。いや、すごいですよね。芝生が一面に張り巡らされてて、向こうのマンハッタンのビルがそこから見える。大都会のオアシスっていう言葉がふさわしい。今日みたいに気候がいい日は日光浴をしてる人がいたり、すごいのんびりみんな時間を過ごしてますね。いやー、すごい気持ちいいですね。向こうの方もマンハッタンがよく見えます。あー、気持ちいい。あ、ちょっと濡れてる。ここセントラルパークなんですけど、他にも動物園があったり、冬にはスケートリンクができたり、こういう暖かい日には日光浴、もう半日とか一日ずっとゴロゴロしてても十分入れるところですので、皆さんもぜひ遊びに来てください。ではまた。今日はロックフェラーセンターにトップオブザロックっていう展望台に登る方法をちょっと教えたいと思います。ここがトップオブザロックですね。トップオブザロックに入るためには25ドルが必要で、何回行ってもすごく綺麗だと思います。ぜひ皆さんも行ってみてください。